クーゲルブリッツは第二次世界大戦中のドイツ国防軍の開発した対空戦車である。ガレート556またはフレークパンツァーワゴン604、4とも呼ばれた。クジェルブリッツとは急電現象を指すドイツ語である。ドイツ国防軍はメーベルワーゲン等の戦車の車体に対空機関砲をそのまま乗せただけの対空戦車と異なり、 u ボート2 1型への搭載を予定していた303号 3cm 連装降車機関砲塔を転用した本格的な対空戦車を開発することを計画した。砲塔は陽動式と呼ばれる構造で横旋回を行う外角に不行を行う機関砲と上員を収めた部分が独立して組み合わされて構成されている。 この砲塔に装備されるベルト球弾式3センチメートル機関砲は、元来は航空機用で、連装化により650発、フンの発射速度を発揮した。1944年1月27日、アルケット社は、軍事省に対し、u ボート用砲塔を、法合戦車にそのまま転用することはできず、戦車用に回収する必要があることを回答した。そのため砲塔は、 ダイムラーベンツ社にて設計されることとなった。これに合わせ、車体に用いられた4号戦車にもターレット系の変更、無線種操縦主要ハッチの変更が必要になった。クーゲルブリッツの名称が与えられた、この新型対空戦車は、暫定的に製作された、隠し対空戦車の後継として、1944年4月から開発が開始され、 同年9月に量産が始まる予定であった。しかし開発作業は遅れ、同年10月に展示用が1台、試作車2両は1945年2月にようやく完成し、量産車はドイチェ・アイゼンベルケにて1945年3月に最初の2両が完成した。1945年3月から月間30両の量産が計画されたが、 当初、車体として用いるはずだった4号戦車、または、3、4号自走砲車体の生産中止が決まり、これを38車体の発展型である38車体に変更すると、再び遅延、量産化は7両分の車体と少数の砲塔を、製造した段階で計画のみに終わった。製造されたクーゲルブリッツ用車体は、オストビント用に転用された。なお、 試作車と少数の生産者は西部戦線またはベルリンの防空線に投入されたとされるが具体的な戦歴は残っていない。クーゲルブリッツの量産型の模型実戦仕様を想定した塗装とマーキングが施されているクーゲルブリッツの特徴はドイツ軍の開発した対空戦車として初めて完全な密閉型砲塔を搭載している点である。 メーベルバーゲンやビルベルビントが不完全な走行や、砲塔しか持たないのと一線を画し、この砲塔は密閉型にして、休憩の砲塔であり、最大 20mm、上部 10mm から 18mm の走行で覆われており、さらに、砲塔の全周を包む形で 30mm の走行板が設置されていた。砲塔は度の旋回が可能であり、 旋回速度は、毎秒25度であった。不行はマイナス7度からプラス80度まで可能。不行速度は、毎秒20度である。旋回は、DVL 車製の油圧駆動と人力によった。方塔外角は水平方向の旋回を行うと、同時に、内角の休憩方塔を指示する役割を持っている。このため外角部には両側面に方塔と、 不行軸となる節画点を持つ。内部の休憩砲塔は不行を行い、上員は砲塔の動きに合わせて姿勢が変わった。行角90度での対空射撃時には、いては真上を向いていることになる。砲は、ミリ3 0トルの強力な航空機関砲、ラインメタル MK103 機関砲を並列に配置し、発射速度は冷却と持続射撃を考慮して、原型よりも、 多少抑えられ、425発、踏んであった。機関砲の先端には、多項式、マズレブレーキが斜めに傾けて装着されている。これはブラストによる地上のゴミの巻き上げを防止しようとしたものであった。機関砲の周囲は、薄い金属製のカバーで防護され、乗員が接触しないよう配慮されている。弾数は発であり、発連結の ベルトリンクを二組、砲塔内部砲出席下の弾薬庫に収めた。社長は、砲塔の後方機関砲の後尾に位置し、射撃を指揮した。砲手は、機関砲の側面に一人ずつ位置し、射撃は、フットペダルで行った。ターレットリングはより直径の大きいティガー I と同じ 1900mm 幅のものに変更されており、これにより操縦手、無線手ハッチの配置は、 原型車体では、全面走行に対し平行だったものが、逆波の地型の斜め位置に変更され干渉を避けていた。これ以外の車体部は、4号戦車のものをそのまま用いる予定であったが、開発にあたり製作された木製のモックアップでは、量産型と車体の戦闘室全部形状がやや、異なる。予定のみで実際には搭載されなかった。ありがとうございます。